どうも皆さんこんにちは、本能の小物吊るしです。今回はゴールデンウィークに行ってきた一般道と車中泊で行く宵越しの魚は持たない釣りの旅初日の様子です。場所は山梨県の管理釣り場ベリーパークインフィッシュオン宍戸目です。釣り方はフライフィッシングで、ロッドとラインは3番、ティペットは 3X 相当、フライはアマゾンの爆鳥フライを主に使いました。序盤、大物専用エリアのパインレイクでやったんですが、それで釣れたんですけども、動画撮り忘れました。続いてメインポンドの宍戸目湖に移動しました。ヒットシーンです。ドライフライです。ここでは4匹釣れ、それらはキープし美味しくいただきました。昼食と夕食にホイル焼きと唐揚げにしました。最後に時間が余ったのでパインレイクに戻りました。やり方だんだん慣れてきて、このインレットのところにフライをこううまく流していくと、かけることができます。この方法で何匹か揚げています。それではヒットシーンです。かかるまでしばらくお待ちください。